型破り。おはようございます。ソロパーティーステーションのジャンジャンです。はい、本日初茨城県でマルハン辻村店さんに遊びに来ております。あ、初茨城、なんかこの仕事してるとですね、いろいろ行ったことない県に行けるのですごい楽しみです。朝一ですね、押さえた台が大海物語4を押さえました。一応磯さんとコラボさせてもらった時に打ってはいるんですけど、まあ、一人で朝から打つのは初めてなので、そして常連さんからここ海強いよっていう情報をちらっといただいたので、絶好のチャンスということで海取ってみました。まあ、海を打って、僕もまだ大海4は段階力で打ってないので、まあ、どんな結果になるか楽しみで、解説とかもいろいろできたらなと思ってます。そして僕に与えられたミッションがこちらです。どうもジャンジャンです。新番組が始まるとともに僕にもミッションが与えられました。ミッション成功で僕の夢、磯さんと吉木さんとのトリプル実践、ミッション失敗で番組降板、パチンコの楽しさをじゃんじゃん伝え続けていきたいので応援よろしくお願いします。カタエブリー、もう一人前の演者になるためにこのミッション絶対にクリアしたいと思います。それではせっかくも押さえてあるんで打ちたいと思います。初茨城県マルハン土浦店さんで型破り。型破り。おはようございます。それでは大海4打っていきたいと思います。今日の目標は、まあ、クリスタルよりかは今までの大海のラグーン、トレジャー、アトランティスの3モード全部打ちたいと思います。いつもの海物語で遊べるよ。いくよ。もうこのラグモードの BGM 朝から聞いたらすごいリラックスするんですよね。リラックスしないですか？そんなにわかんないですか？いやもう本当この昔から変わらない海の BGM 癒されるな。楽しい。もうちょっと。おー、逆11回転。これで炎目で、これ裏ボタンを押して熊の実が来てくれたら逆の場合は当たりなんですけど、それでも朝一、おい11回転最近引きがやばい。カメラマンさんと話してたら当たりました。いいですね、朝一魚群見れて当たると気持ちいいですわ。でただ8図柄なんで格変に上がってほしいですね。いや大海のいいところはその12ラウンドでラウンドの消化が早いのに沖海4よりもちょっと多い手玉が取れるので消化が早いんですよ。それが嬉しい。なんで仕事帰りでも沖海4よりタコ保留だし消化早いんで、時間ない時は大海4の方が向いてます。スペックの説明もしてないよまだ。サムが来れば昇格、来ないですね。ただ大海4に関しては時短と見せかけた確変の可能性もあるので、まだこの時点で完全時短かどうかは分からないです。で海モードは、まあ、一番シンプルなモードで、他のモードにもあのチャンス目があるんですけど、海モードに関してはチャンス目のガセが存在しないです。ドイツ図柄が3つあのバラケメで揃った場合は保留内のスーパーが濃厚になります。でもし該当保留がノーマルリーチだった場合は大当たり濃厚になります。たまに泡前兆2個の後にノーマルリーチ挟んで実は次が該当でしたというパターンもあるので、ノーマルリーチがすぐ後にかかったから大当たりっていうわけではないんですけど、該当保留がノーマルリーチだった場合は大当たり濃厚になります。そして大見4を打ってるからにはビッグバイブがやりたいですね。違和感感じたいです。泡前兆の場合はですね、示唆的には
泡電池が出てくる泡のタイミングが遅れるんですよ。そしたら次の回転でビッグバイブが起こりやすいです。あと一番気づきやすいのは、あの前の動画でもお話ししたんですけど、リーチの遅れですね。あ、これですね。これでガセはないです。で、泡電池は上がってくる泡が2段になってたら信頼度アップします。あ、いいですね、3回行きました。これで行軍が来てくれれば、行軍泡か。これ大泡でもノーマルリス採用の激アツで動くなんで大当たり濃厚になります。裏ボタンでこれ白ですね。熊並みだった場合は 40% に泡でも跳ね上がります。4ダメか。もし旋風が核変だったら早い段階でお決めチャンスだったよっていう演出が入るんで、今75回転なんですけど、もうこれはほぼほぼ通常ですね。まあ11回転で引けたら100回転あれば引けると思ったんですけどね、今日なかなかうまくはいかないですね。抜けちゃいました。まだ1000円しか使ってないですからね。全然いいです、朝一の滑り出しは。大当たり確率が319分の1で、核変突入率が 55% で、核変図柄でループさせていく核変ループタイプです。で、図柄揃いは12ラウンド以上で、出玉が、表記で1500発以上取れる台ですね。安定したスペックで遊びやすいです。裏ボタンもいっぱいありますんで、結構遊びどころ満載ですね。今カメラマンから、海のいい思い出と悪い思い出なんかありますかって言われたんですけど、いい思い出は、まあ、結構1パチでも打ってたんですけど、 お金がない学生時代に結構助けてもらいましたっていうのと、あと友達作りができました。海で大学の近くに、まあ、パチ屋があったんですけど、まあ、大学ってなんか1年ぐらいから仲良くないとなかなか交流ってできないじゃないですか。で、たまたま授業が同じで、いやパチンコ打ってみたいんだよねって話になって、あ、じゃあ一緒に行くって話で、僕分かりやすいんで初めて打つ友達にこれ座ってっていうのは海なんですよ。で、それで、あ、面白いねって言ってもらって、それから結構今でも続く友達になったりしてます。だから海で僕の交友関係が広がってます。で、悪い海の悪い話か。僕基本悪いことは全部忘れるタイプなんで、まあ、都合のいい人間なんですけど、僕海の最高ハマりが1850なんですよ。ゼロから回して、その時は海本当に嫌いになりそうになりました。ハマっても600とか700、まあ、1000までは全然あるんですけど、1800ってって思って、グラフがだんだん深海に肉を刺さっていく感じのこうじゃないですよね、当たってないからこうなんですよ。辛かったですね。500でやります。海600回転超えたらサムで安いんですよ。昔から言われてることで、核変を当たり時にサムが絡みやすくなるんですよ、600回転超えたら。まあ、それも無意識に見たかったのかなと思うんですけどね。さすがに深海にサムは潜ってこなかったです。はい、今持ち玉飲まれちゃって現金投資に戻ります。じゃあ持ち玉で全部使って208回転まで行ってくれました。磯さんとコラボをさせていただいた時の、僕近江4打ってるんですけど、その時に当たらなかったらただの水族館って言葉が結構なんか受けが良くて、視聴者さんがですね、本当当たらないとただの水族館っていう待ち受け画面作ってくれて、僕ら本当気に入ってて、あのロック画面にしてます。ありがとうございます。可愛くないですか。めっちゃ可愛いですよね。いいですね、チャンス目。タッチしたら図柄の資産になります。
今右下に5です、ここに5が止まりますよっていう、これもし1,2,3,4,5 だったらめちゃめちゃ熱いですね。魚群あわかパッチしても欲しい。裏ボタンを押してウィンクしたら 40%、 笑顔だった。ダメですね。まあ、海の子のいいところが裏ボタンして成功しなかったら外れにしなかったところがいいですよね。ただ信頼度が上がるっていう風に作ったのがなんか海らしいなと思います。どっからでも当たるっていうのがやっぱ海のいいところなんで、300を超えたんでアトランティスへ。アトランティスモードはリーチが成立した後にイルカが来てくれます。でイルカが来るとスーパー発展するかもしれないっていう合図になりますね。でイルカのチャンスアップでシャチで、シャチの上にプレミアでクジラがいます。アトランティスとトレジャーは全然このドゥガラ伝承ガセあります。でイルカが来てどんなアクションをするかですね。イルカが鳴いてくれたらスーパー濃厚です。でプレミアで金のイルカが来ることがあるんですよ。そしたらもう各辺あたり濃厚ですね。ですごい分かりづらいんですけど、イルカが来た時に一回イルカって来たらここで一回止まってから行くんですけど、このまま突っ切ってくれたらプレミアです。分かるか楽しいだよね。なんか さっきツイッター見たらなんか忘年会で当たった景品でなんか旅行行ってましたね、よしきさん。てかああいう顔に生まれたかった、本当目鼻立ちくっきりした顔に。いやこの間ゴッドノードの叩いてみたの昔の写真出てましたけど、あんな小学校からもうあからさまなイケメンっているんだと思って。前ツイッターでピエロさんがイサマルさんの昔の写真上げた時は僕めっちゃ笑ったんですけど。よし、あ、燃えてる、チャンス。魚群がいい、泡か、ウインク、おー、ビッグバグ。これはもらったでしょう。はい、オッケー。今どっか遅れたのかな。もう目も入れてくれたら泡でも全然チャンスあります。今日2回目355回転で相当して9000円です。サム持ち上げてくれないか。じゃあ時短で引き戻そう。あ、シャチチャンスアップですね。魚群泡か。女神像の裏ボタンでひっくり返って熊の実だと 40% あります。あとこの女神像が上まで来てるとチャンスアップで手前の外れをなくしてくれます。99100、抜けちゃいました。ダメか。それでは大砲探しの旅へ行きたいと思います。それじゃモード、泡の音が聞こえてリーチが発生する、その次に泡が出てくる、そしてクラゲが出てきてタッチアクションでクラゲが魚群かっていうステップアップしていくモードですね。今は音で泡が出る、でクラゲが出て次に魚群が出るかどうか。魚群、これクラゲだと弱いです。裏ボタンはこれを押したときにクマの実が来るかどうかですね。でトレジャーモードは泡の音が聞こえないでリーチがかかったらチャンスで、あの泡前兆の他に半コマずれて止まる
まあ、ノーマルリーチ連続予告みたいなのがあるんですけど、その先読みが死んないと1回でも 30% 近くあるんですよ。それがかかってくれると大当たりにちょっと期待ができます。でトレジャーは泡音がないとそれがほぼ濃厚になるので、泡音が出ないでリーチかかったら期待してみてください。で前ですね、大海打った時にご質問いただいたんですけど、海で右打ちなんでするんですかって言われたんですけど、まあ、その理由は、まあ、両方使えるんですよね、今の時代に珍しく。でもし左側の方であまりチェッカーに様入らないと思ったら、右側で打った方が回ったりするので、そのストロークの幅ができるのが海物語のいいところです。でやっぱり釘とかもやっぱ使ってると劣化してくるの でほとんどの方が海は左打ちでされるので、左側の釘が劣化していくんですよ。なので右の方が新しい釘のままのことが多いんですよね。で金属疲労を起こさない、起こしていないので球が跳ねやすいんですよ。だから必然的に右で回した方が球がよく弾むので、真ん中に入りやすかったりするので、まあ、左でいまいちだったらちょっと右も試すっていうようなストロークの幅が生まれます。はい、今1万円ちょうど使い切って持ち玉ものせて319回転まで来ました。2枚目喜んで入れようかと思います。喜んでは入れないですね楽しんで入れようかと思います。喜んではないです、お金入れることに。バイクバイブ、今ちょっとあれでしたね、早かったんですよ止まるのが。魚群出てくれれば、魚群、あークラゲか。もう一回ビッグバイブが絡んでくれれば大当たり濃厚なんですけど、これはちょっと弱いかな。ダメか、過ぎてダメか、過ぎてもくれない。やっぱ下段のビッグバイブは弱いんですよね。魚群は必須で欲しいです。あ、いいですね、6で2回続いてる。6でリーチかかってくれたら一応チャンスアップにはなります。4か、しかもノーマル。このパターンも結構ノーマルで止まってくれることもあるんですけど、この半コマ、あ、これです。半コマずれでずれた時の泡が上がってくるのは泡前兆の強パターンなんで、これあるかもしれないですね。クラゲ、オッケーオッケーオッケー、魚群なんでクラゲ、オッケー、ビッグバイブ。クラゲからの魚群のビッグバイブは熱い。8でいい、8でいい、8でいい、オッケー。なんか今日8で当たりますね。373回転、投資1万3000です。サム、サムが来ないと。99、ここでバウンドストップしてくれたら特化、あの確認でしたよなんですけど、通常でしたね。じゃあ僕3連続 45% 取ってるってことか。じゃあせっかくだし、じゃあクリスタルモード行ってみますか。あ、そして今保留満タンになってウリンちゃんのチャージ演出で、今カタカタしてるのが外調保留だと思います。この熊の実もなん、あ、これ背景変わりますね、曇り。この周りの宝石も赤いものが混じってたらチャンスなんですけど、これはちょっと弱いかな。ボタンも出てくれないですもんね。弱いよ。
まあそうですね、この僕ここお立ち台って呼んでるんですけど、ここにネッシーが来てくれて、一応来てくれただけでもチャンスなんですけど、オーラをまとってくれてるかどうかでだいぶ信頼度が変わります。緑でも 40% ぐらいあったと思います。でここチャンス目が止まったりすると背景が1個ずつ変わってってくれるんですけど、今これ曇りですよね。一番暑いのは雨上がりって言って、うすらがなんかオレンジがかった、本当に雨が上がった後みたいな感じになると 60% 近くあったと思います。一応この後ろのオーラの渦の巻き方にも一応法則はあるんですけど、これ縦と絡んでくれてたらチャンスアップですね。縦の風と横巻きが絡んでてくれたら一応チャンスアップになります。ボタンが出てくんなかったらちょっともうきついです。連打と一撃があって、連打で大体2割で、一撃だったら 50%、 もうせめて連打って感じですね。で今359回転まで回したんですけど、クリスタルボード当たる気が次第です。ちょっと周り見よっかな。はい、それでは出玉紹介行ってみたいと思います。パチンコもう見てわかる通りすごいんですよ。ベテ積みが北斗予想どうしたんですかって感じですよね。もう初当たりも取ってるし、まだちょっと早い段階なんですけど、18回とか20回、17回でもう下のドル箱がお祭り騒ぎで、打たれてる方は皆さん値玉遊戯ですね。そしてお店も絶対力を入れてるであろうパネル付きの海に沖海ですね。沖海4でもう別ゼミしてます。で店内も朝一は無双かと思いきや沖海4にお客さんがいっぱい流れていって、普段からやっぱり海が強いみたいです。いやこれは今日強そうですね海。はい、それではスロットコーナーにやってきました。早速見ていきたいと思います。で5頭レノモ感しっかりありますね。初当たりも取れてる台がそこそこあって、ちゃんと高設定も使ってそうな印象です。ではジャグラーコーナー見ていきたいと思います。でこっちが55ジャグラーもやっぱりグラフが右肩に上がってるものも多いですね。ジャグラーもですね、合算が結構高設定に近いものがちらほら見受けられて、ジャグラーしっかり上も使っているのかなっていう印象でした。はい、今日はですねパチンココーナーがめちゃめちゃ盛り上がっていて、別済みのオンパレードで本当に出玉感を感じられる一日だったなと思います。後半もまくれるように頑張ります。型破り。クリスタルモードに心が折れてたどり着いたのはガロの島、ガロショーですね。今出てる一番2400取れるガロの元のガロショーです。なんだかんだでも3人目になりました。このガロそんな打ち込んでるわけじゃないんで体感的な話しかできないんですけど、まあ、楽しくガロは好きなんで打っていこうと思います。ではスペックの紹介したいと思います。お当たり確率319分の1 で、ですね、61% の確率で、ST に行きます。で ST 自体の継続率はマックスの時と変わらず 77% なんですけど、振り分けに通常が、18% あるので、それを加味して継続率がだいたい 65% 前後になっている台です。なので ST 中に通常さえ引かなければ 77% でループしていきます。しかも全部16なんで、まあ、1800ちょっとは、まあ、取れると。通常さえ引かなければあの頃のガロです。ガロ分かりやすくて、マッチ演出はとりあえずパーフェクトフェイスオブガロなんで、どんなに弱くてもこれが出れば何とかなるんです。逆に他が不安でも、僕1万円入れましたよね。
おかしいな。はい、4枚目。なんか朝はこんな入れると思わなかったんですけど、4枚目。ガロのですね、破壊力あるところはしっかり出したいので、ちょっと当たるまでは頑張ろうかなと心の中では思ってます。いや、でもそろそろ当たると思う。さすがにこの台を回したみんなの思いを胸に、今635なんですけど、700までには当てたいです。700来てしまったか、当てらんかった。いや、多分もう投資的にもこれ入れたら戻ってくるのは厳しいんで、これで決めます。5枚目。ルパンの時を思い出せ。ここまでなら全然帰ってくる。これ以上掴むと奇跡を信じるしかなくなるんで、魔導国 OK。 これが街灯になった時に何秒になるかですね。30。一応今 30% ってことになります。これはぎじってくれると思います。うわ、そっち行くのか。タイトル行くよ。あ、普通か。最後に出てくるカットインが出てきて、強力に、あ、青か、これ締まってほしい。 OK。 超コンビネーションだったらどこに発展するかですね。赤で欲しい。赤、緑か。魔天使軍来い。うわー、来ないか。これデコルなんでストーリー系の真ん中です。信頼度はそこそこあります。お前が奉仕から受け継いだ夢、俺が必ず果たす。ガロ頑張ってくれ。うっ、上がらないとこの後ラウンドでバトルですね。よしよし、732回転。えい、よかった。投資4万1000円かかりましたね。これが2人で反撃してくれたら嬉しい。よし、こっちだと SA に入りやすい強パターンですね。行ってくれ、頼む。よし、 SC。 やっぱり2人で行ってくれると SC 行ってくれます。よし、よかった。おはようございます。こっから勝負どこですね。いかに通常引かないで格変で連チャンさせるかです。あ、魔道具10秒か。この時のガラの手が赤かったらチャンスアップ。あ、でも50だ、チャンス。うい、あー、あ、あい、早いですね。一瞬がプレミアかと思った。あ、ゴールドなんで確変です。幸先がいい。これで確定音になったら気持ちいいですよね。ならんか、着メロみたいな音が鳴ったら保留連の子です。よっしゃ、どんどん行きましょう。
で、ガロショーのいいところは ST 中の緑保留は 23% ぐらいあります。なんで緑で諦めることはないですね。赤でくる、赤熱いですね。これザンバ剣じゃないのこれ。あ、ガロ剣か。ザンバ剣これですよ。ザンバ剣もう大丈夫。これがやりたかったんです。いい音で、これが上がってゴールドセブンに行ってくれたら各編ですね。これでもう大丈夫です。もう久しぶりに打つんですけど、やっぱガロ楽しいですわ。今投資が1万300発なので、あと5連チャンぐらいしてくれたら間違いなくまくれるラインです。お、いいですね、緑、赤、赤、ここで魔界騎士が完成すればチャンスですね。魔界騎士、OK。ではテンパります。ゴールドセブンで、はい、あー、ダメか。でも煽ってくれるのは大歓迎です。本当に抜けるときって何も起こらず抜けるんで、まあ、これもオカルトなんですけど、何か起きてくれてる方がいいです、気持ち的には。こういう時にガロ剣刺さってくれてもいいんですけどね。 あ、10、50なんで 50% あります。はい、普通、はい、OK。 3発目、いや順調すぎるぞ。そして上がってくれれば OK。 いやーガロだよ、これがガロだよ。で、 ST 中の確率なんですけど、127分の1を187回転のうちに引けば大丈夫です。 ST 自体の継続率は 77%。 まだまだいけるけ、真ん中に銀が止まってくれれば終わりですね。一応銀と金があって、金で煽ってくれる方がチャンスです。こっからバトルパートです。いいですね、これ変わってほしいですね。緑、4回目なんて悪くはない。ライゾンって強かった気がする。もっと、4人、3ラインか。7点で、ダメか。ST をスルーはしたくない。よし、4人、あ、もう一人、もう一人、3人か。誰かテンパれ。よし、ま、とりあえずテンパい。剣道2なんで信頼度は高いです。頼む理由が漆黒、まあそうなんですけど、これで赤まで行ってくれれば大チャンス。赤 OK、 これで剣させるんで、いきます。よし、間に合った。抜けるかと思った。そしてこれをまた成り上げなきゃいけないという。上がろう、上がらない、上がらない、上がらない。ここだと確変
通常かまだわからないです。とりあえず5回目で、ラウンド中に昇格をかけた演出が発生すれば、で発生してチャンスで成功すれば SE でしたよって話になります。通常でしたね。これで時短100回です。とりあえず100回あれば大丈夫と信じていきます。僕結構ゴールドストームは時短100でも結構引き戻しの経験あるので、諦めてないし、700ハマったんで収束論があるなら収束してくれると思う。ジンガでもいい。4人行こう。もう1人 OK。 バトル7点、どっちでもいい。1ですね。ただ危険度3なんで悪くないです。成り上げましょう。ボタンか、ボタンでかかったらチャンスです。いきます。今のでかかったような、普通なようなあれ大きかったような気がするんですけどね。緑、赤、赤 OK。 緑か、悪くはないですね。いや、もう一回いきます。強いよ。あ、消えた。3つになりました。さっきよりこっちの方が強い気がするんですけど。ここでフェイスオブガロー出ちゃってもよかったんですけど。夢見させてくれ。赤いかんか。スイッチオンとかのプレミアもあります。おい、帰っちゃった、帰っちゃった。2、あ、ダメか。こっから最後ジンガですね。とりあえずここテンパイしてくれればいいです。ダメか。一応手元には4箱。こういう時に文字が赤とかチャンスアップがあります。共に戦った。一応もう8割型回収はできたので、あともう十分今日楽しんだので満足してます。でこれからまた319とか他の台に移動してただまた減らしてしまうよりはこのまま終わった方がいいかなと思うので、今日はここで終了したいと思います。ありがとうございました。型破り、お疲れ様です。実戦終了しました。まあですね、ちょっとあの移動の関係もあって場所を移してエンディング撮ってます。では早速趣旨の報告です。投手が13,000発と出玉が7,495発、結果マイナス2,805発とマイナスで終わっちゃったんですけども、まあ、展開的には満足な実戦でした。いや最後にガロ打ってあの一発 ST 入って、まあ、届かなかったですけど、それに近い分8割ぐらいは回収できてよかったかなと思ってます。気持ちよかったですね。いや打って久しぶりに打ったんで忘れてる部分とかもともと知らない部分とかあったんですけど、純粋にガロというパチンコを楽しめてよかったなと思います。
で朝は好きな海を実践して、各モードクリスタルを除く各モードを実践して、まあ、1回ずつでも初当たり取れて、各モード若干ですけど説明もできたので、それはそれで良かったかなと思います。皆さんの実践の参考になればいいなと思います。はい、それでですね、ツイッターでいただいたご質問に答えようと思います。パチンコを打つとき何を大切にしているか教えてください。はい、ありがとうございます。僕はですね、パチンコ屋さんに行って、ホールでデータランプがあると思うんですけど、必ず、前日前々日と稼働がついている、台が動いている台を打つようにしてます。他にも入れる要素はあるんですけど、前日前々日ある程度打たれているってことは、それなりに遊べる台だったってことなので、そこまで変な台じゃないかなと思うので、大切にしていることの一つですね。参考になればと思います。ご質問ありがとうございます。でミッションもまだまだ数字には届いてないんですけども、引き続きご協力いただければなと思いますので、よろしくお願いします。本日とっても楽しい実践でした。懐かしいパッチングもですね、これから打っていきたいなと思ってますので、引き続きご覧いただければと思います。次回もまた見てください。ありがとうございました。せーの、はい、おー落ちてこい。あー惜しいなー。あ、当たった。初めてやったよ。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。かたえぶりー。